こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書龍のあらすじ解説、漢字確認をやっていきたいと思います。今回のお話の主人公は辰の子三太郎です。龍の子供、子供っていうからにはね、小さい龍なのかな、こういうふうに思うかもしれないけど、とんでもない。三太郎は山を二巻きするほどの大きな辰の子です。ところが、そんな体は大きい三太郎だけど気が弱いんだね。これ聞いてね、みんな変だと思わない？龍って聞くとね、やっぱり強いイメージとか恐ろしいイメージ、あるいは不思議な力を持っている神様みたいな存在、そんなイメージがあると思います。だからね、今回の主人公辰の子三太郎は、そんなみんなが持っている龍のイメージとはかけ離れている。体はすごく大きいんだけど気はすごく小さい。だから応援してあげたくなる、そんな主人公です。それでは、そんな三太郎が今回のお話の中でどんな活躍をするのか見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。チャンネルページを見てもらえば、みんなが使っている教科書の再生リストがあります。その中から必要な文章を探してください。国語の解説動画はたくさん揃っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。辰の子三太郎がいつもいる場所は沼の底です。そこでじーっとしてる、息を殺しているの。なんでか、三太郎は気が弱いから近くの村人に見られるのが嫌なんだね。だからいつもいつも沼の底でじーっとしてる、息を殺してる、こういうわけなんです。ただし三太郎も呼吸はしないとダメだからね、一日に一回真夜中に近くの村人がこの沼にやってこない時刻を見計らって、沼の水面のところにそっと鼻先だけを突き出して、そうして深呼吸する。胸の中に溜まっている空気を新鮮な空気と入れ替えるんだね。そしてまたしずしずとゆっくりと沼の底に潜っていく。で、そこでじっととぐろを巻いてまた息を殺しているの。そんな毎日を送っています。だからね、そんな三太郎だから父の龍大王が50年に一度見回りに来るんだけどね、その時も父親が息子の三太郎を見つけることができないぐらいなの。三太郎の父親の龍大王としたらね、やっぱり龍は龍らしく堂々としてなければならない、そういった気持ちを持っているんだろうね。こそこそと隠れている三太郎が我慢できない。だからね、なかなか顔を見せない三太郎に向かってグオーンって恐ろしい声を出したの。まあ、この父親の龍大王がみんなが持っている龍のイメージだよね。でもそんな龍大王に対して三太郎は、まあそういう風に言われたからね、父親が怒ってるからね、仕方なく沼の水面のところにぽっちりと鼻先を出したの。でね、龍大王としても自分が怒ってもこれでしょ？全然三太郎は堂々としてないでしょ？だからね、もううんざりして、自分の息子のことが情けなくて情けなくてしょうがない。だからもう文句を言うのも嫌になって、そのまま帰っていってしまう。するとね、三太郎はどうするか。父親の龍大王があんだけ怒ってたでしょ？自分に文句を言うことすらしない。それぐらい怒って帰っていっちゃったわけでしょ？なのにね、全然自分のことを悪いとは思わない。龍として自分は恥だ、こんな風にも思わない。父親がね、怒って帰っていっちゃったのを見て、さも安心したように、またいそいそと沼の底に沈んでいって、そしてまたそこで誰にも見つからないように、息を殺しているの。これじゃあね、まるで龍じゃなくて土壌じゃないか、そういうふうに書かれているんだけど、でも当の三太郎としては、自分が龍らしくないとか土壌だ、こんなふうに言われたってね、そんなことはへっちゃらなの。自分はただそっと毎日を暮らしていきたいだけなんですよって、そういう思いを持って三太郎は日々暮らしていってるんだね。でね、そんな三太郎だったんだけど、ある日事件が起きてしまうんだね。ついにね、近くの村人に見つかってしまう、そんな事件が起きちゃったの。見つけたのは木こりのナラヤンっていう村人です。ナラヤンはね、釣りが大好きなんだね。だからその日も
沼の真ん中で釣りを始めた。で、その日はもうめちゃくちゃ魚が釣れたんだね。だから、ナラヤンは時間が過ぎるのも忘れて、ずっと魚釣りを続けていたの。ずっと釣りを続けているうちに、月も高く昇った。遅い時間になったんだね。つまり、三太郎が一日一回、沼の水面から鼻先を出して、呼吸する時間になったんだね。でね、その時にナラヤンが船の前の方を見てみると、途方もなく大きなウナギが泳いでいたの。ナラヤンね、これを見つけて、しめたと思ったんだね。だって、ウナギでしょ？これ捕まえないとダメだよね。だからね、ナラヤン、自分が乗っている船をその大きなウナギの方へ寄せよう、近づけようとしたんだね。するとね、その時に、その沼の水面にどでかい穴が2つ開いたの。三太郎の鼻の穴だね。そしてね、その穴から生暖かい空気がブワーッと、あたり一面に広がった。三太郎が溜まっていた息を吐いたんだね。でね、いつもだったら三太郎これで終わりなんだよね。また沼の底に戻っていくんだけど、今日は気が大きくなっていたんだろうね。いつもは気が弱い三太郎だったけど、今日はちょっと気が大きくなっていた。いつもより大胆になっていたんだね。だからちょいと自分の顔を沼の上に突き出したの。その時にね、さっきナラヤンが見つけた途方もなく大きなウナギなんだけど、それも水面の上にね、ひょろりと立ち上がったの。つまりナラヤンが途方もなく大きなウナギだ、こう思っていたのは、三太郎のヒゲだったんだね。もうこれ、ナラヤンびっくりだよね。目の前で何が起きているのかわからない。だからナラヤンは普段の10倍ぐらい目を大きくしたんだよって、目を見開いたんだよって。でもその時現れた三太郎の目っていうのは、ナラヤンの目のさらに何百倍も大きかったんだよって。みんなの目の前にね、そんなめちゃくちゃ大きい目玉が現れたら、これすごい驚くよね。びっくりするよね。だからね、ナラヤンもわーってわめいて腰を抜かしてしまったの。驚いたんだね。でもね、三太郎はそんなナラヤンよりもさらに驚いた。だってね、三太郎、人に見つかるとは思ってないでしょ。だからわざと人が寄ってくるわけない夜遅くに、鼻先だけを沼の水面の上に突き出して呼吸をしてたんでしょ。でもね、今日はそんな出会うはずもない人間に出会ってしまった。それだけでもうめちゃくちゃ驚いているのに、さらにその人間にわーって言って脅かされてしまった。そういうふうに思ったんだね。ナラヤンとしてみたらね、その三太郎が怖くてめちゃくちゃ驚いたからね、わーってわめいたんだけど、三太郎にしてみたらね、その人間にわーって脅かされてしまった。そういうふうに感じたんだね。だからね、三太郎、キャーってわめいて飛び上がったの。ここね、三太郎って竜なんだよ。体もめちゃくちゃ大きいんだよ。でも悲鳴は、キャッ、こんな可愛い声を出すんだね。人間のナラヤンは、わーって言ってわめいてんのに、体のでかい、図体のでかい竜の三太郎は、キャッって言って飛び上がったの。でもね、そこは三太郎、体がめちゃくちゃでかいから、ちょっと飛び上がっただけで、沼が波立つんだね。その波のせいで、ナラヤンが乗っている船は岸まで吹っ飛ばされて、その衝撃でナラヤンは失神してしまった。で、次にナラヤンが気がついた時、三太郎はもうとっくに沼の底に沈んでしまっていたんですよって。そこでね、前よりももっと息を殺して、沼の上の様子を伺っていたんですよって。もう誰にも見つからないように気をつけていたんですよって。でね、こんなことがあったから、それからあと、沼の周りにたくさんの人がうろうろしだしたの。ナラヤンがね、村人に言いふらしたんだろうね。俺はここの沼で竜を見た。こういうふうにみんなに言いふらしたんだろうね。それを聞いてね、村の人も珍しいから、本当こういうふうに思って、私も竜見たい、こういうふうになっちゃって、みんながこの沼に集まってくるようになったの。でね、その見物人の中にはものすごく熱心な人もいるから、夜になっても帰らない人もいる。かがり火を焚いてね、夜に竜が沼から出てくるかもしれないでしょ。それを待つ人、そういう人も現れてきたの。こうなるとね、三太郎困るよね。三太郎は一日一回胸の空気を入れ替えないとダメでしょ。
そういうふうに毎日過ごしてきたんだけど、今沼の水面に鼻先を突き出して呼吸をするとたくさんの人に見つかっちゃう。そんなふうには絶対なりたくないから、呼吸をすることもできずに、胸の空気を入れ替えることもできずに、沼の底でしょんぼりとトグロを巻いていたんですよって。でね、サンタロウ辛いでしょ。だからため息をつくの。ふう。こうやってため息をつくんだけど、サンタロウって体めちゃくちゃ大きいよね。ついたため息の息、あぶくっていうのもね、めちゃくちゃ大きいわけ、人間にとって。だからそれがね、沼の水面の方に浮かび上がって、そのあぶくが見物人たちに見つかっちゃうよね。でそれ見た見物人たちはね、興奮するの。うわー、やっぱりだって、これは竜のあぶくだって、この沼の底にはやっぱり竜がいるんだって、こういう風にね、騒ぎがどん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 大きくなっていくわけでね。そういった噂っていうのはどんどん広まっていって、見物人の数っていうのは増える一方だったんだね。でね、しまいにはその見物人を狙って商売をしだす者も現れた。店とかね、屋台っていうのがそこに出始めたんだね。何か食べるものを売ったり、竜のお土産、こんなものを売る人も出てきてたかもしれないよね。だからね、そんな風になっちゃって、サンタロウはますます元気がなくなっていっちゃったんだよって。でね、うっかりため息一つ、くしゃみ一つできないような状態にサンタロウはなっちゃったんだよって。でね、沼の底で気の弱い竜は自分の巨体をただ眺めるだけだったんですよ。こういうふうに書かれています。まあ、とはいえね、サンタロウにも限界があるよね。ずっとね、沼の水面に出て呼吸してないからね、辛抱、我慢にもキリがある。もう何日も何日も沼の底でじっとしてるから、息を殺して呼吸をすることもできないから、だんだんと胸が詰まってくるんだね。でね、それは胸の中に灰色の砂漠が広がっているようだったって。でね、舌もザラザラしてくる、こんな感じがしたんだよって。つまりそれぐらいサンタロウは暗い気持ちになって、今のこの状況っていうのに不満がある、こういうことだったんだね。だからね、もうしょうがないじゃん。サンタロウは心に決めたの。沼の見物人の数が少しでも減った時、その時を見計らって上に上がって呼吸しよう。こういうふうに考えたんだね。まあでもね、こういうふうに決めたって、サンタロウはすぐその通り行動できるような、そんな行動力がある竜じゃないんだね。その後もね、何日も何日も上の様子っていうのを伺ってたの。そうするとね、ある時、不思議なことに、あれだけ見物人で賑わっていた沼の周りっていうのが、今はシーンとしているんだね。あれ？これどうしたのかな？そういうふうに思うよね。でも、サンタロウは用心深く、まだ鼻を外には出さなかった。真夜中になるまで待ったんだね。でね、真夜中になってから、夜半になってから、そろそろ、ゆっくりと少しずつ、鼻先を沼の上に突き出したの。で、何日も何日も呼吸することができなかった古い胸の中にある空気っていうのをブワーッと吐き出して、外の新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込んだ。その時の空気、そのうまかったことって。まあでもね、油断はできないよね。その時はね、また沼の底に戻っていった。まあでもね、明くる日も、またその明くる日も、人が沼に戻ってくる様子はないんだね。これ、サンタロウ嬉しいよね。だから気がまた大きくなった。そしてこういう風に思った。一つ思い切って沼の外に飛び出してやろうって。なんでかっていうとね、これ理由があって、サンタロウは何日も何日も沼の底にずっといたよね。そのせいでね、体中、藻だらけ、水苔だらけになっていたんだね。体がぬるぬるネチネチして気持ち悪い。だから沼の外に飛び出して、空を飛んだらね、体にひっついているものをきれいさっぱり洗い流すことができて、さっぱりするからね、こう決心したの。一つこの沼から飛び出してやろう、こういうふうに思ったんだね。でもね、さっきも言った通り、サンタロウっていうのは行動力のある竜ではないよね。そういうふうに決心してから実際にその沼を飛び出したのは3日後です。3日後のね、真夜中にサンタロウは沼からものすごい勢いで飛び出したーって。でね、サンタロウは自分の体がぬるぬるネチネチしてるから、それをきれいさっぱりにするために天を、空を駆け回ったんだね。そうするとね、サンタロウ、竜だから、竜が天を駆け回った時に、雲を呼んで風を起こすんだね。
そうするとね、近くの村に大雨を降らしたんだね。でね、この雨にその村の百姓たちは踊り上がって喜んだって。なんでかっていうとね、最近は日照りが続いていたの。このままだったらね、せっかく育てた作物が全部枯れてしまう、自分たちの食べ物がなくなってしまう、そんな状況だった。だから村の人たちはね、最近は竜を見物するどころじゃなかったんだね。だから誰も三太郎を見に来なくなっていた。だからね、村の百姓たちはこの大雨に喜んだわけ。そしてね、こんな噂をした。あの沼から竜神様が飛び上がったらしいぞって、竜の神様が天に登っていったらしいぞとか、ああやっぱりあの沼には竜の神様がいたんだなって、ではやっぱり祀らないとダメだな、こういうふうに人々は言ったんだね。でもそのことを三太郎は知らないでしょ。自分は自分の体をさっぱりさせたくて天を駆け回ってただけだから、ああさっぱりした、そんな気持ちになってまた沼のとこに戻っていったんだね。でね、こういうことがあってから、またたくさんの人がこの沼に集まってきた。今度はね、百姓たちが沼の周りにしめ縄を張り巡らした。ここには神様がいるぞ、そういう印をつけたんだね。そして立て札も立てた。その立て札には、ここにいる竜神様が、竜の神様が、私たちが困っていた時に雨を降らしてくれたんだよ。こういうことも書かれていた。この沼にはね、竜の神様がいるっていうことになって、前よりもさらに見物人の数は増えちゃったんだって。だからね、三太郎は以前にも増して沼の底で体を小さくしてなければならなくなったんだよって。まあでもね、今回は三太郎自身もまんざら悪い気持ちではない。だってね、自分は村人の役に立てたんだよ。そして神様っていうふうに祀られているんだよ。だから悪い気分はしないよね。まあこれはね、怪我の巧妙なんだけど、怪我の巧妙っていうのは意図しない行動が思いがけない好結果につながることなんだけど、まさに今回三太郎がした行動っていうのは、まさに今回起こったことっていうのは三太郎にとって怪我の巧妙なんだね。三太郎自身は自分の体をさっぱりさせたい、綺麗にしたいと思って天を駆け回ってたわけでしょ。でも結果として思いがけないいい出来事が起きたよね。困ってる村人たちを助けることができた。そして自分は名を上げることができた。つまり神様になることができた。まさにね、今回の出来事は怪我の巧妙なんだけど、まあそれでもね、三太郎は良かったな、こういうふうに思うんだね。これでね、とっつぁんの父親の竜大王が今度見回りに来た時に、ちっとは申し訳も立つというものだって、このね、自分が村人から竜神様、こういうふうに祀られている様子を見て、父親である竜大王も納得してくれるだろうって、あ、息子が立派になったんだな、こういうふうに思ってくれるに違いない。そう思ってね、三太郎は頬をあからめたんだよって。でね、沼の上で村人たちは騒いでいるんだけど、三太郎はすることがないよね。だからこう思ったの。神様注文は退屈なもんじゃ。こういうふうに思って、小さなあくびをあーんとしたって。やっぱりね、三太郎、退屈なもんじゃ、こういうふうに言いながら、まんざら悪い気持ちでもないんだね。前はね、沼の上に人がいるとき、あくび一つ、くしゃみ一つできない、そういうふうなときあったけど、今は小さなあくびしたよね。そのね、自分があくびして出たあぶく、それを村人の人たちに見られてもいい、この沼の底に自分がいる、こういうふうに思われてもいい、そういうふうに思えるようになったんだね。つまり三太郎は今回の出来事で少し自信をつけることができた、そういうわけなんだね。だからね、そんな三太郎のあくびによって出たあぶくっていうのは、三太郎の気持ちを映しているように綺麗な緑色のあぶくになって、ゆっくりと沼の中を上がっていったんですよって、こういう風に言ってこの物語は終わっています。どうですか、今回のお話面白かったですか。気が弱い竜の三太郎が怪我の巧妙とはいえ百姓の役に立って少し自信をつけることができた、そんな楽しい物語でしたね。それでは今回の授業これで終わりにしたいと思います。いつもいいねコメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。